はい、すみません。押し迫ってから恐縮であります。年内最後の、こういう機会かと存じます。民主党政権が手がけた、つまり、昨年の予算は自民党の概算要求をベースにしたものでございましたが、来年度の予算というのはまさしく民主党の予算であります。一言で言えば民主党による民主党のための予算であるとしかでは言いようがない予算であります。林代理が川柳を読まれまして、空き缶の気合が抜けてもうあかんとこういうことなんだそうです。空き缶の気を取るんですね。空き缶の気合が抜けてもわかん、こういう感じだなと代理がおっしゃって、私も大いに賛同したところでございます。後ほど林代理、シャドウキャビネット財務大臣の方から詳細お話を申し上げますが、23年度の政府予算税制改正についてはもう論評に値しないというようなものだとしか思われません。要は恒久財源というものを見出すことなくマニフェストの実現というものにこだわったと、そうするとこういうことになるということであります。で、我々が財政健全化責任法というものをきちんと成立をさせて、それに沿った予算編成するべきだということを申し上げましたが、そういうことにも相なりませんでした。でバラマキ政策、いわゆるバラマキ政策というのはそのまま残っておるわけでございます。雇用空洞化というものもそのまま放置をされておるわけでありますし、マニフェストの見直しというものもほとんど行われることはございませんでした。で恒久的な財源というものをめっけておりませんので、あちらから少しこちらから少しということになるわけであります。法人税の減税というものを行いましたが、課税ベースを広げることによってかえって企業の負担増ということになったというふうに考えておりますし、あるいは配偶者控除の見直し等々も選挙を恐れていることかと思いますが、行うことはいたしませんでした。そして何よりも問題なのは消費税というものから、ひたすら逃げまったということであります。したがいまして2年連続で借金が税収を上回るというような異常な予算に相なりました。税収が伸びております。3兆5000億円伸びておるわけですが、これは当然借金返しに当てるべきものでございました。しかしそういうこともいたしませんでした。したがって2年連続で借金が税収を上回るということになりましたし、ペイアーズ融合原則も全く守れたりないということに相なるわけでございます。つまりこの財予算に何か哲学があるのかといえば、ありとせば民主党のための予算という哲学、あるいは統一地方選挙対策という哲学があるといえばあるのでしょう。それを哲学といえばの話でございます。で埋蔵金であるのも限界なのでありますが、とにかくそこで何とかしのいでみせたということであります。さらには地方への配慮、公共事業費さらに削りました。つまり即効性というものに対しての配慮がないということであります。成長戦略について幾分かの配慮は見られないわけではありませんが、いかにしてこの地方の厳しさあるいは景気の悪さというものに対して即効性を発揮するかということが見られません。そういう予算であります。さらには TPP をどのようにするかということが、よく分かりません。分かりませんが、例えば規模加算というもの、ようなもの、農業規模加算というものわずか100億円でございます。どうやって農業の構造を変えるかということについての哲学も一切ないということだというふうに考えているわけでございます。また環境税というもの、つまり、石油石炭税の 50% を引き上げ、これを決定しておりますが、一方におきまして灯油やガソリンなどの価格上昇の対策としてレッド歳出で措置を講ずということになっているわけであります。ということは何のために石油石炭税を引き上げたのか、理念が全然わからないわけでございます。CO2 の 25% 削減ということも言っておるわけでございますが、温暖化対策というものを示されておらない。首都を含めた全体像が不明確の中で環境税というものを入れるということも何ら哲学がございません。本年は、尖閣をめぐるいろんな問題がございました。外交安全保障というものはどうなるのかということについてもかなり注視をしておったわけでございますが、
インド洋はもうやめたと、再開はしない。しかしアフガニスタン支援で、22年の補正で506億、23年の当初で72億、これを計上しておるわけでございます。これはもう小切手外交への逆戻りだというふうに言わざるを得ない。防衛予算は201億円削減になっておりまして、4.7 兆でございます。これいつも申し上げている通り、子ども手当、これが満額支給したとすればの話ですが、5兆5000億円でありまして、国民の不安にも何ら答えていないということだと考えている次第でございます。これから私どもとして予算書等々を見ながら、この予算の問題点というものを精査をいたしてまいります。詳しくはこの後林大臣からお話を申し上げますが、もう到底このような予算を認めることはできないということでございます。我が党として、きちんとした批判のもとに、当然のことでございますが、我が党ならばこうするというものをさらに精緻な形で出しまして、予算の論戦に挑んでまいりたいと思っております。ただ問題は、これは私が申し上げることではございませんが、戦国馬淵両大臣の問責が可決されながら、いまだに、ご両名ともその任にあるわけでございます。この点をどう捉えるか等々は、党の中できちんと議論し、対応を決めていかねばなりません。予算に案の審議どうするかということは別といたしまして、この予算を見る限り到底賛成しえない、国民のためにならないものだというふうに私としては断絶あるものでございます。私からは以上です。詳細は林大臣から申し上げます。それでは私の方から、今政調会長からお話になりました、この時点における予算と税制の問題点について、お手元の紙に従って少し数字等をご説明させていただきたいと思います。1枚目に全体像で、これはもう申し上げるまでもないことですが、22年度の予算と23年度の予算について、どうなったかというのを比べています。政調会長からお話がありましたように、22年度の予算も民主党政権の予算であったわけでございますが、概算要求までは我々がやっていたということで、少し時間がなくてやりたいことができなかったという言い訳が去年は聞かれたわけでございますが、23年度の予算はもうフルに最初のところから民主党がやっていたということでありますから、マニフェストで申されておられました、いろんなことがこう実現されるべきであろうという前提でありますが、そこをご覧になっていただければ分かりますように、税収が3兆5000円ほど増えた、それがその他収入、いわゆる税外収入、埋蔵金等々でございますが、そこが減った分でですね、全部使われてしまっているという結果になっております。したがって、なされるべき、この財源の捻出というのが全くできていないと、そして歳出の方の削減というのも全くできていない結果に、なってしまっているということで、あります。結果として、そこの経済危機対応地域活性化予備費が1900億ですとか、公共事業関係費が8000億ですとか、切りやすいところを切るということで、つじつまを合わせているということと、それから地方交付税を見ていただくと分かるんですが、補正予算の時に、実はすで、に1兆3000億円ほど、この地方交付税、税収増によるものを計上し、3000億を今年度、それから残りの1兆円を23年度ということで、すでに、計上しておりました。で、実はあれは71兆円という枠逃れでございまして、あそこで1兆円補正で計上しておくとですね、71兆円の枠の外で1兆円23年度に地方に渡せると、したがって71兆円の中の枠はこのように7000億減らしてもですね、地方の方はトータルとして増えるので、文句が出ない、そういう操作をですね、実はやっているということがこの表から見て取れるわけでございます。で、2ページ目に行きまして、したがって今申し上げましたように、税収が 3.5 兆円も伸びているのにですね、財政収支が全く改善していないということ、そして22年度のように、あれだけ
いろいろやれば財源出てくると言っていたのが税外収入が見つからなかったということで、実は経済税法原則というのは、こういう1回限りの税外収入ではなくて恒久財源を見つけてきて新しい施策をやるということだったんですが、これが破られているということに、なってしまっているということで、あります。で、この予算編成のやり方全体についての問題ですが、財源を出すと言っていたマニフェストが破綻をしているということが、これで明らかになったというふうに思っております。民主党は一般会計と特別会計を合わせた207兆円のうち大体1割、2割という時もありましたが20兆円、マニフェストでは 16.8 兆円と書いてありましたが、これをすぐに出せるんだとこういうふうに言っておりましたが、ご案内のように22年度の事業仕分けでは6800億円、そして23年度に至ってはわずか3000億円しか出てきていないということでありますから、この全体の200兆円をガサガサってやって1割を出していろんな政策をやるというマニフェストは完全に破綻をしたということで、こういうふうに思っております。で、そういう状況の中で、未だにですねこのばらまきの 4K、すなわち下に表がありますが子ども手当、個別所得保障、高校の輸出無償化、高速道路ということで、対前年度比で、子ども手当は5000億増と、個別所得保障も事業費別で 0.4 兆増やしてきているわけで、ございまして、この辺のマニフェストのに書いてある施策こそですね事業仕分けで、きちっとこのやめていくということを、するべきだろうというのが我々が今まで言ってきたことでありますが、財源は見つかっていないのにマニフェストに未だにこだわって、12月17日の文書でも民主党の予算に対する文書にギリギリまで努力をするということがまだ書いてあるということを批判しましたが、まさにその通りの結果になって、このことにこだわっているためにですね、無駄な施策に金を使って、財政再建が遠のいたということをそこに書かせていただいております。また次のページにですね政策コンテスト、こういうことがあったなと思い出されるぐらいですね、ある意味では支持率回復を狙った2匹目の土壌と言われておりましたが、この仕分けのようにですね全く注目を浴びなかったということであります。基本的にはこの各省から1割削減をしてもらって、そしてそのお金をメリハリの効いた予算にコンテストやってつけていくということでありましたけれども、そもそもその対象になる部分がですね予算のうちの24兆円しかなかった、地方交付税も除いてありますし、それから何よりもマニフェストの施策がそこから外れていますので、1割削減の対象が最初から24兆円しかなかったということで、その 1割を切っても2兆4000億しか出てこないわけですが、結局は防衛省の思いやり予算とかですね、公立小学校の1年生のみになりましたが35人学級、これは35人学級というと聞こえがいいですが、結局教員の定数を増やす、日教組に配慮したそういう政策になっているわけでございますけれども、そういういわば、メリハリをつけるというよりはもともと各省で要求すべきもの、値抜きの部分をですねわざとそこに出してきて結局切れないでしょうということでそこが残ったということになってしまったのが、このコンテストの実態であったということで、あります。でさらに、今日話題になっております立ち上がり日本との連携や、つい1週間前まで話題になっていました社民党との連携というのを模索している影響でですね、社民党は普天間の基地の官僚さんは反対、法人減税も反対、立ち上がり日本の政策は逆であるということですが、どういう連立を組んでどういう政権をやっていくのか、それが定まらないでですね、その多数派工作をしながら予算編成をしているという問題点が
まさにここに回られてきたということであります。で結果としてお金がまあ足りなくなるので消費税の抜本改革はやらなくてはならなくなったと。したがって自民党さんも一緒にやりませんか。お金を集めるところだけですね一緒にやろうと言われても、まあ、我々はお受けすることはできないなということで無責任極まりないということを書いています。で財源あさりもこれも前回も申し上げましたけれども、特に大衆系を狙うように高所得者層への増税をしておりますがこれもマニフェストをやめられないというところから来てそれを個人へ押し付けたということになっておりまして、15歳以下の年少扶養控除の廃止は来年から始まりますしさらに16歳から18歳、そして給与所得控除相続税、いろんなところに個人の懐を直撃するということになっております。政調会長おっしゃったようにこの埋蔵金頼みももう限界に来ているということでありますが特に、基礎年金国庫負担の2分の1の引き上げ、についてはですねこれは前々から指摘がされていたことで我々もこの22年度と21年度は、埋蔵金で2年間の手当を生かしたところでありますけれどもその時に実は野党の民主党はですね恒久財源が当てられていないではないかという批判を、してその理由でもって反対をしていたわけですがまさに、与党になって、同じ、ことをやっていく、我々の場合は税制の抜本改革をやるという前提で、それをやっていたわけですが、そこをなしにですね、このことをやっていると。で鉄拳機構についてはこの間の紙で申し上げたようにそもそもこのお金はこのお金の正確に鑑みますと鉄道の関連もしくは国鉄の長期債務にですね当てられるべきものであって、まあ、これを年金財源するということはその分財政再建が遠のくということでもあります。一方でご案内のようにこれ1回限りでございますので年金の2分の1にするという恒久財源にはなり得ないというのは今申し上げた通りであります。まあ、あの民主党は最低保障年金7万円ということを言っておりましたので、まあ、そもそもそれをどう設計してどれぐらい今の2分の1にするお金以外にですねお金がかかるのかということすら明らかになっておりませんのでそのことを明らかにしてどれぐらい所有財源がいるか、まあ、従って消費税の抜本改革をどれぐらいやるのかという具体案が全くないというところが非常に社会保障に対する不安感、さらには財政に対する不安感を煽っているそういうことが言えるというふうに思っております。切りやすいところということで公共事業が、切られているということそして、まあ、地方公税は先ほど申し上げましたように、補正で手当てをしましたので、それを足しますと 2.8% 増になっておりますが、それに加えて一括交付金化も、まあ、未だに限られた公共事業しか選択できない分かりにくいメニューになっておりましてこれはかなり地方が混乱することが予想されますがこの辺にもこの予算編成のしわ寄せがいっているということを申し上げなければなりません。公共事業については昨年 18% 今年は一括交付金したものを足してもですねマイナス 5.1% ですから我々の21年度の当初予算から比べるとなんと 23% ですね、まあ、削減になっているということで冷え込んでいる地方の景気をさらに下押しをしてしまうのではないかということを危惧するところでございます。またコンテストで成長戦略にもたくさんのお金を使いますとこう言っておりましたが結局コンテストが先ほど言った結果になりましたので、マニフェストと成長戦略を合わせて、まあ、9000億、ですからマニフェストの方最初のページで、お示したように、まあ、少なく見積もって1000億以上、まあ、使うということにしてもですね、成長に資するものが、この予算の全体の中で8000億しかないということであります。我々の時代にやっていた平成の農地改革まあ、農地集積加速化事業ですね、耕作放棄地再生利用緊急対策とか高速道路の4車線事業化などですねこういうものは、大変軽視をされておって、成長に資する
またスクールニューディールで太陽光パネルを設置するというのも非常に軽視をされている。まあ、こういうことをやっていかないと真の経済成長にはつながっていかないだろうとこう思っておりますが、次のページにありますように、まあ、これは日経さんの記事で、GDP を 0.02% しか押し上げない。読売新聞には、この逆に実質 GDP は 0.1% 押し下げるというエコノミストの方の論評も出ておりましたが、まあ、どの論評を見てもこの予算でもってですね、成長を力強く押し上げていくと、引っ張っていくということには到底ならないねということで、形だけの法人減税と合わせますとですね、全く経済対策の基本が理解がされていないんではないかというふうに思っております。まあ、家計を大事にするのか企業を大事にするのかという基本的な哲学がですね、非常にブレていると言いますか、もともとのスタートが家計を大事にするということでしたが、景気が悪くなって、まあ、成長戦略もいるということで、まあ、企業にもということに、まあ、ぶれたわけですが、結局法人税の減税を見てもこの予算を見てもですね、いわゆる企業サプライサイドへのですね、施策が非常に欠けて、量としても欠けているし、質としても本質を捉えていないということがよく分かった予算ではないかと思っております。まあ、環境税についても前に同時に申し上げましたが、何のためにやるのかという哲学がないためにですね、価格を引き上げて CO2 を使用を、まあ、抑えるという基本的な部分が、まあ、選挙対策があって、値段は上がらない方が選挙に有利だろうということで書き消された結果、企業にだけ結局負担がいくような環境に前になってしまっているということであります。政調会長おっしゃったように外交防衛についても、一方で海上補給を打ち切ってアフガニスタンをやるということで小切手外交に、そちらの方は内訳が全く決まらないまま総額だけ出しておりますが、一方で防衛予算は削減しているという一グラフなことになっているということであります。これから各分野につきまして、さらに精査をいたしまして、来年の予算委員会、まあ、いつ始まるか全く見えない状況でございますが、始まった場合にはその我々としてまとまった考え方を持ってですね、統一して議論に臨んでまいりたいというふうに思っております。私からは以上でございます。それではご質問を先生どうぞ。はい、3分で飛んでも構わないでしょう。どうぞ。政調会長のお話したいんですけども、政局か。はい、今日ですね、民主党が役員会で山口県小沢さんの問題への対応を協議しましたが、はい、結局ですね、連合の立ち会いでその話し合ったのは全くその不調といいますか、着地点が見出せない状況なんですが、この状況をどう見ておかれるか、ありがとうございます。こんな時期に何をやっているのですかということです。それは連合の福和会長が温度を取られたのでしょうか。幸い調和隊の法的で大勢の方々にお集まりになったということです。私は見たわけじゃないから知らないが、菅さんはそこでこう予算についての説明を延々としたというようなお話であってですね、要はこう連合さんは民主党が割れては困るわけです。それ連合さんのご都合でしょう。で、連合が交代組織的な後援者ですから、証拠となしにというべきか、みんな出たが、なんだ、前進も見なかったということであります。ただ、これ他党のことを私どもはとにかく申し上げるべきではありませんが、今のような経済状況、あるいは国際情勢の中でですね、いわゆるもう政治停滞、空白というものはずっと続くということはあってはならないことだと思っております。これはいつにかかって民主党の中の上の事情なのであって、それで国民生活というものを、あるいは国家の存立というものを危うくしているということの危機認識がどっちにもない、菅さんの側にもない、小沢さんの側にもない、もう言い換えにしてもらいたいということであります。で、これはもう解散総選挙をして信を問うしかないと私は思っておりますが、それもしないということであって、民主党の中のお家の事情でこれ以上国家国民に対して迷惑をかけるのやめてもらいたいということだと私は思っております。
さらに日本の連携を取っていたというふうに。これは今の林大臣からもお話がありましたが、要は数さえあやそれでいいのかということです。社民党に声をかけ、立ち上がりに声をかけということは精神錯乱というのか、何を考えているのだということしか言いようがございません。社民党の党首がですね、私がぶち切れるようなこと言っちゃダメよというふうに言われたと聞いておりますが、立ち上がりのおっしゃることは大体彼女がぶち切れそうなことばかりになってますね。これ何なんだということだとしか私には考えられない。ですから立ち上げの議員総会が終わったのかもしれませんが、こんな連立を組むことはありえないという声が大勢であるように聞いておりまして、そこは立ち上がりの皆様の良識だと思っております。で、政策課題解決のためにということでありとすれば、それも社民党に声をかけるのやめなさいなということですし、立ち上がれの方針というものがですね、民主党の方針なのかということも甚だ怪しいのであって、ここはもうとにかく数さえあればそれでいいんだというかなり末期的な状況だとしか言いようがないということだと思っております。谷、いらっしゃいませんでしょうか。農家も今年の賞なんですけども、今回の予算ですね、米以外に対象拡大して予算も大幅に増やしたというか、改めて自民党の主張に立ちますと、自民党の対案というのは今後どのようになっているのか、その点について。これはですね、どこまで拡大するのか、自給率向上ということをですね、金華玉城政策目標に掲げるということであればですね、一体どこまで拡大をするのか、米、麦、大豆というのはまだ分からんではないが、それをさらに拡大するということになると、政策目標との間に乖離が出てくるということは認識をしているのかどうかよく分かりません。で、私どもとして、個別所得補償という考え方は、決して産業を強くしないと思っております。で、産業政策と地域政策を混同するからこういうことが起こるのであってですね、で、個別所得補償というのは産業政策なのか地域政策なのか、そこははっきりいたしません。で、直接支払いというものは基本的に地域政策さればこそ納税者負担ということになるわけでありまして、で、ここのところの消費者負担と納税者負担のそれこそ哲学がはっきりしていなくてですね、どうすれば票が増えますかということだと思っております。で、いつかもいつも申し上げますが、これを突き詰めるとですね、完全な農業というのは社会主義的な体制に移行するということになるに違いないのであって、それは政策として絶対にとってはならないものだと思っております。で、自民党としては何が納税者負担に資するものなのかということをよく精査をしながら農村というものを維持していく、そのためには納税者負担というのはあってしかるべきだと思っております。で、産業政策としてはやはりいかにしてコストを下げるか、いかにして付加価値を上げるか、そしていかにやる気のある人に土地とお金が集まっていくかという方向で我が党としては考えてまいりたいと思っているところでございます。予算の件なんですけれども、民主党はマニフェストでですね、約束者選挙に勝ちまして、その民主党が一から作った予算が結局そのマニフェスト通りにいかなかったということが明らかになって、ただその時に選挙で国民は無駄があると思って民主党に投票した方が多いと思うんですけれども、これから自民党が政権を奪還した時、もしくは現在で予算の無駄に関して自民党はどう取り組むのか、どういうふうにお考えになって、もう無駄はないのかということに関して国民にどのようにお答えになるか。無駄の削減というものはこれで終わりだということはございません。企業名を挙げて恐縮ですが、かのトヨタ自動車でも無駄取りというのはずっと続けていくわけであって、100人が100人、1000人が1000人、万人が万人、これで無駄がなくなったなどという人は来ません。それはもう常に続けていくべきものだと思っております。ただ何が無駄で何が無駄じゃないかというのは、それは地域によってあるいは人々によって受け取り方が違いますので、やはり私としては今置かれている経済状況を考えたときに、例えば常数効果というものをどう考えるか、景気波及効果というものをどのように考えるか、そういうことを基準とした上で優先順位をどうつけていくべきかということなんだろうと思います。
無駄をなくせばいくらでも金が出てくるなどと幻想であることは、もうほとんどの国民がお気づきになったことであってですね、今我々がなさねばならないのは、いかにして景気を回復をするかということであり、いかにして即効性の高いものをやるかということだと思っております。そういう観点からすれば、今の民主党の言っているですね、無駄を省けばという無駄が、端的に言えば公務員が甘くなっているとか無駄だというですね、非常にその理屈としてはむちゃくちゃな乱暴な理屈で無駄というものを作り上げて、いかにも金が出るもの、これは相当に欺瞞に近いものだったと思っております。我が党としては今目指すべきものは何か、そのために優先順位はどのようなことかということを、国民の皆様方が特進がいくように、無駄を省けば金が出てくる、なんぞというデタラメは言わないようにしていかねばならないと思っております。その優先順位というのは、早期にですね、政権復帰を果たした場合、過去の自民党政権の延長線上にあるのか、今何かここをとにかく過去の自民党政権を変えなければならないという優先順位の変化というのはあったでしょうか。のここはですね、私どもとしてじゃあ我々がどうするかと予算を組んでまいりますが、 GDP というものを上げていかなければ雇用というものを維持することはできないということだと思っております。そして基本的に国にあるお金をよいしょと言って家計に移転をすることは決して経済を成長させないということであって、我々が考えていくのはまず GDP を上げる、そのためにはどうすればいいかということが優先順位としては上に来るものだというふうに思っております。その際に地方というものをどう考えるか、何も統一地方選挙があるからということではございませんが、例えば同じお金をつぎ込んでですね、道路を作る場合に用地買収費でほとんど消えちゃうような、そういうようなものを優先するのか、それとも本当に用地買収費はほんのわずかであってですね、経済波及効果が多いものに優先していくのかということは当然考えていかねばならない。そういうものはあちらこちらにあるのだろうと思っております。要は経済波及効果、あるいは雇用創出効果、そういうものに対して着目をしていくべきではないかと思っております。予算についてですけれども、6月に閣議決定された財政運営戦略との関係なんですが、一応その71兆であるとか、その国債の発行の43兆の部分はまあしているとはいえ、そこに書かれていたペイヤーズ融合原則であるとか、特別会計とかそういう安易な予算の付け替えはしないという部分では、こうそこは達成されてないと思うんですけど、それについては閣議決定違反の予算が含まれているという認識でしょうか。これは閣議決定から大きく関するものと思います。ちょっと詳細は林さんの方からお願いいたします。おっしゃったように、枠自体はですね、ギリギリ作られた格好になっております。今ご指摘のあったように、6月に決めた中には安易な付け替えしないと書いてありましたけれども、まさにこの鉄拳の公団のお金、はですね、一度限りのお金ということでありますし、これを実はお金を返していく一方でですね、これを国鉄の JR の方に使うということをやるというのも、今からちょっと精査をしますが、そういうところを見ると実は赤字国債が赤字国債隠しではないかというふうにも思っておりますので、到底あそこに決めた堅実な予算を作るということにはなっていない。したがっても閣議決定にペアズ5原則を破ったということも含めてですね、違反をしているということがまず第一点です。で、閣議決定に抜けていますのは、3年目まではこの枠である、4年目と5年目をどういうふうにしたらですね、5年目でプライマリーバランスを半減するという一方で書かれている閣議決定の目標に到達するかというのが完全に欠落をしているということであります。で、野田財務大臣も44兆円、ギリギリではなくてですね、なるべくこれから下げていくということをおっしゃっておられましたが、結局いろんなつじつま合わせをやってギリギリ44兆、形の上で滑り込んだということでありますので、このことを見ておりますと、ここ3年間で44兆円以下と言いながら、この44兆より少ない数字になっていくという、また71兆円を下げていくということはもう無理ではないかというふうに思われておりますので、多分市場の皆さんも同じように見ておられるとすると、なおさら4年目と5年目も含めてですね、5年目にプライマリーバランスを半減化するというところまで実践で数字がつながっていくようなですね、
この5年の計画というものを示していただかないと、まあ、我が政調で XJ プロジェクトというのも始めておりますが、国債の暴落に対する懸念というのはですね、非常に危ない段階に差し迫っているんではないかというふうに思われます。ですから先ほどちょっと申し上げた最低保障年金をどうするかといったこと、そして消費税の抜本改革をどうするのか、桁の大きな話ではそういうところにきちっと数字で答えを出して5年間でこういう歳出歳の姿を描くということを出した上でですね、5年目が終わった時には今の20兆を超えるプライマリーバランスが大体半分になる、したがって、大体毎年2兆円ずつぐらいはですね、平均では、この歳入歳出のバランスを良くしていかなければいけない、わけでありますが、そのことの見取り図というのを早急に示す人がというふうに考えております。でそのことは実は財政健全化責任法に明記をされておりますので、少なくともそういうことがないと、まあ、同法に、まあ、規定をしているですね、社会保障税制に関する、まあ、超党派の円卓会というものは到底、先ほど申し上げたようにできないだろうなというのが我々の基本的な考え方です。 あと消費税の増税に関してですけれども、民主党の皆さんたちは前の選挙 の衆院選の時に、まあ、上げる時にはもう一度選挙で国民に問うというような話をされていましたけれども、まあ、年明けにも、まあ、関東で多分そのような方針を示されると思うんですが、当然やっぱり上げる前には総選挙で審を問うべきだということでよろしいですか。それは向こうの話であって、そういったからにはそうやってくれということでしょ。だからその消費税を上げるというのであれば、いつから上げますと、何に使いますということも示した上で、なおかつ党内を一本にしてくださいなと、でそれでおっしゃった通り解散総選挙してちょうだいなということでございます。まず党内で話をまとめてください。こんなことやってないでですね、だから当然その選挙で問うべきです、問うべきです。ただそれはのために使うんですかと、もう少しその辺をちゃんと詰めてですねやってください。これはもうお願いというか、言ったことはちゃんと言った通りやってねという、あまり期待してもしょうもないな、そういうことを言わざるを。ありがとうございます。良いお年を。